イスラエル・ウェポン・インダストリーズは、イスラエル・ミリタリー・インダストリーズのマーゲンチク部門を前身とするイスラエルの重火器メーカーである。1993年に設立され、イスラエルが所有していたが、2005年に消火器部門が民営化され、E に改名された。知名度と軍用火器シェアは世界的にも最高峰のメーカー。1950年代には、 ウジを1000万兆以上売り上げたことにより、何十億ドルもの利益を会社にもたらし、マーゲン部門は、全世界に尚と驚かせた。軍への納入で知られているものとしては、ネゲブ系機関銃、ガリル突撃銃、タボール突撃銃、ダン、338狙撃銃などがある。E が、開発、製造する、中華機は、世界中の軍、法執行機関で採用されている。 何十年もの間、E とその前身である、イスラエリーミリタリーインダストリーズのマーゲン部門は、ラマトハシャロンで武器を製造していた。工場は長年にわたり、ラマトハシャロンの重要な工業施設だとみなされていた。2017年、E は、キルヤットガートにおける新しい工場の建設を発表、2020年までに生産拠点を移転すると、している。 キルヤットガトの新しい工場の建設費は1.8億 NIS で、組み立てラインには560名のフルタイム労働者と技術者を雇用する。E は地域の市場に供給する銃を製造するため、国外にも工場を所有している。インドではプーンジロイドとの共同生産工場を設立しており、これはインド発の民間消火器製造プラントとなる見込み。工場は インド軍向けにカキを製造することになる。E は2017年の声明で、その地域のインド軍からの2億から3億ドルの入札が予想されるとしている。E の製品には、ウジ、ジェリコ、バラク、ネゲブ、ガリル、タボールなどがある。ガリルは、コンパクトな突撃銃、ネゲブは、E の主要な軽機関銃、ジェリコ941は、自動拳銃、タボールは、 ブルパップ式の突撃銃である。1980年代、E はアメリカの重火器設計企業との間にマグナム弾に対応する自動拳銃の再設計と製造に関する契約を結ぶ。その結果生まれたものがデザートイーグルである。2014年、E は E 弾338素撃銃を発表。本銃は軽さ、運びやすさを念頭に設計されている。 筐体はアルミ合金で作られ、深めにフルートされたフリーフローティングバレルは 737mm。重量はマガジン、弾薬、スコープを装着せずに 6.9kg。ボルトアクション方式の本素撃銃は338ラプアマグナム弾に対応し、1 2 0 0ルの有効射程とサブ MOA 精度を持つ。2014年 E の弾。 338狙劇銃はイギリス陸軍の特殊部隊 SAS の新狙劇銃として採用された。SAS は本狙劇銃をシリアやイラクでの ISIS IS 指揮官相当に使用している。E は資産や重要人物保護のために警備訓練や対テロ訓練を必要とするイスラエル国民や国外の企業に対して訓練を実施している。また、 ニューヨーク市のニューヨークメトロポリタンカレッジと提携し、講義形式による行政機関、危機管理、国土安全保障の収支家庭教育も行っている。ありがとうございます。